はい、こちらですね。もう一瞬ですよ。一瞬で終わっちゃいます。この手に持つところをぶった切って、これぶった切るんですよ。ぶった切ってから、この自分で作ったこの取っ手付きのね、この縄の取っ手、これよく鉄花火作る人もやってるんですけど、これの筒の中にこの鉄花火の火薬が入ってる筒を入れ込んで、こうやるとめちゃめちゃ本格的ですよ。多分ここまでする人本当に俺しかいないと思うんですよね。俺しかいないっしょ多分。でも本当に本格的にやると動画的にもめちゃめちゃ、なんだろうな、いい動画になるし、すごい本格的にね、ちょっと言葉が出てこない。とりあえずやっていきましょう。やっていきましょう。何喋ろうか忘れちゃった。まずですね、見えてるかな。まずですね、切り込み入れてるところ、見えてないね。このパッケージを切ります。切っていくんですけど、これ小型ないるかな。いらんか、これいらんわ。多分ボンドでくっついてるだけなんで、普通に手でねグリってやって、この火薬の筒がバキってなることはまずないんで、取ってもらって、でさっきここ汚れちゃったって言ったんですけど、あの段ボールのカスでコロコロかければ大丈夫と思うんでね。とりあえず作業置いてから掃除します。で外しちゃって、この部分ですね、この部分いつもね映ってなかったりするからね、二度見せたりしないとね絶対やばいんですよ。おー、ない。でちゃんと締めて、ここを切っていくと。でこういう時なんか引いた方がいいんですけど、こうグスっていっちゃってテーブル傷ついちゃうんで、けどちょっとねこのまま、まあこいつがあれっか、と穴開けちゃってください。これ筒なんでね、でグッてやるといくら硬く縛ってても、これ回しててもはなんか外れてガクンってなるんで、また締めて入れてください。こんな硬かったっけ、めっちゃ硬いじゃん。はい、切りましたね、切れましたね。切れたらもう終わっちゃいますもう終わっちゃいます。でリアルにこの手筒花火作る人ってこの後ろに新聞紙とか詰めてるんですよ。なんで僕もリアルに詰めてます。そしたらここスコンと入れます。できました。そしたらもうもう一個手筒あるんで、もう一個にも設置して、で服着てるままだと綿100じゃないんで危ないんで、一回絹裏子を
タン絹裏子でタンクトップになってタンクトップ1枚になって両手鉄道花火しっかりね、あの腕に火花飛ばしてお祭りの人みたいにやっていきたいと思います。本格的にね、できるかな。俺前回ビビって斜めにしてやっちゃったんですよ。めちゃくちゃ熱いんですよこれ。ほんでこれね、で結構な幅バーって広がるんで、熱さ我慢してできるかできないか、できるだけ頑張ります。できなかったらすいませんって感じただタンクトップになったあの何マラソン、めっちゃマラソンの人タンクトップじゃねえわ、おっさん、うん、おっさんみてえだろ。で作った時はこのちょっとサランラップの芯が見えちゃってる部分が気になったんですけど、どうしてもね剥がれてくるんですよこれ。本物の手筒、まあ火薬ね、あのドラゴン花火入れちゃえば本物の手筒なんですけど、物自体はレプリカなんで竹じゃないし、あでも紙パイプで作ってるところもあるらしいんですけど、うん、本当の縄で、まあこれも本当の縄なんだけど、その手筒花火作ってる人が巻いてる縄の何倍何百倍も細い縄なんで、ガーデン用だからね、細いんですよね。こうちょっとボンド塗ってもいいけど、ボンド塗ってないからね。あ、塗ってるっけ、新聞紙なんか塗ってたような気がする。こういう時はね、切っちゃいましょう。切っちゃったらもうバーってなってキリがないんですけど、どうすかな、ちょっと切ります。あ、いっか、切らない、このまま行きましょう。このままこうくるってちょっと入れて、締めればほらこうなるね。はい、できました。でそこで、まあ、完成ですね。重みも結構あるんで、この新聞何個か入れて、でプラスこの花火のちょっとした重さもあるんで、めちゃくちゃリアルです。めちゃくちゃリアル、うん。はい、次行きましょうか。